ご視聴ありがとうございます。アグニドケンカブトムシポーズです。よろしくお願いします。はい、今日の動画はですね、何回かアップしてるんですけど、再度ちょっといろいろ変わった三段セット、変わってきてますので、いろいろ26話があったのね、三段セットの組み方またやっていきます。用意するのがね、こちら小林シャッターの、これ小かな、ちょ小さい感じの小林シャッターですね。それと自分はですね、三段一番っていうマットを使っております。三段一番これですね、こちらの三段一番っていうマット使ってます。でこれね、コーティックさんで買えるんですよ。で1袋1000円ちょいぐらいで、結構ね高価なマットなんですけど、たまにね、ホッティックさん安く 20% オフとかね、 15% オフとかね、そういったセールみたいなやつもやってくれるんですよね。その時に大量に購入するとね、安く買えます。はい、これを使います。でなんでこれがいいかって言いますとですね、すっごい微粒子なんですよ。細かいんですよね。なんで細かいのがいいかって言いますとですね、虹色クワガタって本来材にね、産むんですよ、卵。柔らかめの材に。で、このマットを究極まで固めることによって、柔らかい材をね、再現するんですよ。そこがポイントで、爪がね、甘いとね、全く産んでくれないんですよね。ただこう、マットの中でぐるぐる暴れて、卵を産まずで終わってしまうことも多々あります。なので、この微粒子マットをめちゃくちゃ強く固めるっていうのさえ意識すれば、誰でも簡単に虹色クワガタを爆散させることは可能です。はい、ということですね、早速組んでいきます。はい、ちょっとね、半分残ってた三段一番があったので、それ使います。こんな感じでね、すごい微粒子なんですよ。もう粉ですね、きな粉みたいな感じですね。で虹色クワガタって意外にも結構ね、湿ったマットが好きなんですよね。で普通のノコギリクワガタとかの場合ですと、このまま加水しないで使えるんですよね。使えるんですけど、二重の場合はちょっと加水してあげます。ちょっとっていうか結構入れますね。でまあ普通の水でいいですね。うちはカルキ抜いた水使ってますね。で混ぜてあげます。でこの時はね、手袋つけて混ぜるのもいいんですけど、自分はね、直接手で触りながら水分をこう確かめてます。まんべんなく混ぜて混ぜて混ぜ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 、めっちゃ混ぜます。でさっきよりもなんか茶色くなったの分かりますか？こんな感じで加水してあげるとね、若干マットの色が湿って焦げ茶みたいな色になります。で握って確かめています。でこうやって指で結構強く押しても、ほら、さっき一番最初のやつは指で押したらボローンってなったの分かります？今度はね、指でね、結構強く押してもね、崩れにくい。このぐらいになれば OK ですね。だいたいそれが目安です。思いっきり握ってね、水が出てきちゃうと、マットがね、すぐ劣化しちゃって、なんか臭い匂いが出るので、ほんとこのぐらいがいいですね。こうギュッと握ってね、ギュッと握って、指でね、ほら、強く押して、やっとこう崩れるぐらい、このぐらい加水してあげてください。加水が足りないと軽く押しただけでも
ボローンってね、こぼれちゃう、あ、割れちゃうので、さっきの目安にしてみるといいかもしれないですね。これ。ほら。こんな感じで。はい、じゃあ組んでいきます。でね、組むときも、最初からこう全部いっぱい入れて、プレスしてもね、全然固まらないので、もう5センチずつ、だいたい指3本分ずつね、マット入れては固めて、マット入れては固めてを繰り返します。だいたいこんな感じで、ほら。3本分。入れてプレスしていきます。ちょっとプレスはね、体重かけないといけないので、ちょっと動画、止めておきます。はい、ちょっとプレスしました。で、さっきね、5本指、あ、3本指、あったんですけど、これの、こんな感じですね。1本と2本目の半分ぐらいまで、強くプレスしてあげます。ほら。なんか材みたいになってますよね。これがポイントですね。めちゃくちゃ硬くしてます。で、でも本当にね、ケースがね、割れるか割れないかぐらいのね、力で、プレスします。で、ここがね、浮いてて、強く押すとね、マジで割れるんですよ。なので、雑誌とか置いて、プレスします。で、プレス機も、ちょっといろいろね、使ってみたんですよ。購入して。こういうタイプのやつとか、これ一般的なやつですね。こういうやつとかね。あと、こんな感じのやつも、あって。で、もう一個ね、これ似てるんですけど、取っ手がね、ちょっと壊れちゃったんですけど、こう、丸いやつ。とかあるんですよね。で、その中でも一番26クワガタのプレスに向いているのはこちらですね。これもフォーティックさんのプレスなんですけど、これね、体重かけてもね、壊れないんですよ。しかもね、取っ手がぶっといから、こう持ってね、ギュイギュイギュイっていけるんですよね。ギュイいった後、グリ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 っつってね、自分の80キロの体重を全てかけても、これは壊れないです。ケースは壊れますけど、これは壊れないです。それぐらい丈夫ですね。で、なおかつ、ここの取っ手、付け根、付け根の部分に瞬間接着剤を垂らしてね、ガッチリ固めることによってね、もう絶対壊れないですね。もうかれこれ2年、3年ぐらいもう愛用してます。これめっちゃおすすめです。フォーティックさんのプレス機。はい。これ26ワガタ、サンラセット組むときはもう絶対おすすめ。です。はい。やっていきましょう。これもね、悪くないんですけど、これ力入らないんですよね。こうちっちゃいじゃないですか、こう持ち手が。小さいし、あとね、痛いんですよ。力加えると。で、またね、細いからね、安定しないんですよね。グラグラグラーなっちゃうんです。まあ、自分はこれは普通の禁止ボトルとか、ボトルに詰めるときに重宝してます。それぞれ、いいところと悪いところがあるんですけど、で、また5センチぐらい入れて、まただいたい5センチぐらい入れてプレスします。はい、はい、こんな感じですね。それでもまだ3本指届かないです。はい、それぐらいめっちゃ強くプレスします。もうちょっと息も上がるぐらいで、ちょっと激しくね、プレスします。もうマジカッチカチですよ。もう本当にね、そこがね、割れるんじゃないかなって思うぐらい固く詰めてください。もうそうしないとね、ただ中で暴れて、卵全然産んでくれないので、もう本当に、容器ぶっ壊すぞっていう気持ちで、やってください。はい。あとは全部同じなので、ちょっと詰めていきます。はい、お疲れ様です。詰め終わりました。だいぶで変形してます。容器が。こんな感じで。はい。めっちゃ硬く詰めました。でね、ほとんどというか全部使いましたね、さっきのマット。さっきのマットがね、ここに全部収まりました。で、あとは26クワガタ3番セット。あ、そのまま入れる。そのままではないけど。ですけど、表面がね、ちょっと乾燥しやすいので、最初からね、霧吹きで、ちょっと湿らしといてあげます。
はい、これで OK ですね。で、クス、ですね、産卵セット。メスを入れるときに、そのまま置いてもね、よっぽどのことがない限り入っていかないんですよ、潜っていかないんですよ。なので、最初からね、一箇所だけ穴を開けておきます。カット。グリグリグリと。こんな感じでね、大きめの穴を開けておきます。で、この中にメスを入れるとね、1ヶ月後、幼虫が確認できます。で、一応これでね、見て、ほら、蓋も閉まんね。本当にマジで蓋も閉まらないぐらい容器が変形します。これでとりあえず1日ぐらいセット組まないで置いておきます。そのまま組んでもいいと思うんですけど、自分はあの気休めですかね、ちょっとこう場をね落ち着かせて、多分ねここにね邪念があるんですよ。虹色よ、卵いっぱい埋めようみたいな感じのね、モワモワしたものがねあるのでね、それをちょっとこう払うって意味でも1日置いてセット食います。1日以上ですね、置いてメス入れます。はい、で爆散間違いなしです。でこれがね、一応マットのマットを使って組む虹色クワガタの産卵セットの方法ですね。その他にもね、カワラタケブロックを崩して詰めるっていう方法もあるんですけど、やり方は全く一緒ですね。これと一緒です。で、産卵数に関しましては、どうなんだろう、今のところ河原竹ブロックを使って産卵セット組んだ方が数は多いですね。10匹ぐらい増えるかな、10頭ぐらい。河原竹の平均がだいたい60から70ぐらい取れるんですよ、1回で。で、こちらのマットだと40とか50ぐらい平均で取れるので、まあそんな数多くなくてもいいなって感じの人はね、全然このセットの組み方でいいと思います。で、もっとね、数がいらないっていう方はですね、あの丸いボトルがあるんですよ、100均に。あれで全然いいと思います。あれだと多くてもね、20とか30ぐらいなので、はい、それでもいいと思います。やり方は全く一緒ですね。はい、ですということでですね、今回の動画は虹色クワガタの産卵セットの組み方やってみたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。で、ツイッターとかもやってますので、もしなんかご質問等ありましたら、ツイッターの DM の方からよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。最後までご視聴ありがとうございました。あ、高評価お願いします。